はい、どうも始まりました、サウスチャンネルです。よろしくお願いします。今ね、ちょっと動物たちと暮らす家の方のね、掃除をしていたところ、両親からね、連絡がありまして、どうやら畑に何らかのね、生き物が出たみたいで、畑がね、荒らされたみたいな感じらしいんですよね。で、うちの畑はね、過去にね、イノシシが出没して畑を荒らしていたことがあって、もしかしたらね、今年もちょっと怪しいなって感じなので、ちょっとね、これから畑に行ってみようと思います。畑の現状がどのぐらいなのか、ちょっとね、見ていこうと思います。よし、じゃあ行こう。はい。ちょっと現場にね、来てみました。こことかね、なんか掘り返された跡があって、野菜やられてますね。これがね、多分足跡。この辺もちょっと荒らされてる。あ、足跡めちゃめちゃある、この辺。いや、どうだろうな。ここら辺一体もう、これ鼻でね、掘ったような跡があるから。もしかしたらまたイノシシの可能性もありますね。ちょっとね、でもでかい足跡っぽいのもあるんだよな。いたっしょ、今なんかいましたね。ちょっと逃げたよね。やばいな。ちょっとトレイルカメラを今夜仕掛けて来るか撮影していこうと思います。なんかさっきあっちの方でね、ガサガサ言ったんで、またちょっとなんかいるんかな。何年か前にその来た時はさ、あのイノシシが一匹じゃないって説だったのよ。ああ、そうですね。うん。そうそうそう。でも捕まったの一匹だけだったの。でその後出なかったから罠にも。それでもやっぱまた来るってこともあんの、あいつらは。やっぱりまあやっぱ餌バグあるって覚えてれば。はい、今ね、あのこちらのトレイルカメラをね、仕掛けておいたやつをね、ご覧いただこうと思います。はい、こんな感じでね、やっぱりね、来てましたね、イノシシ。はい、で昨晩はね、ここにね、カメラを設置して、置いたんですけど、まあ、このそばまでね、来てましたよね。で、あっちからこの抜けて、そこら辺をね、うろうろして、おそらくこの辺のね、作物をね、漁ったんじゃないかなと思いました。あ、あるあるある、これこれだ。うわ、完璧イノシシだ、これは。もう、うわ、この辺動き回ってんだろうな。あ、ここもちょっと、うわー、ここも掘り上げたね、跡がありますね。多分そこの茂みの中から出てきて、この辺の畑を荒らしてる感じだと思います。ここ何年かね、豚コレラの影響で山とかでは少なくなったって話をね、ちょっと聞いたんですけどね、まさかのうちの畑にまたね、5年越しぐらいかな、イノシシが現れてしまいました。まあ何でも食べるんでね、他の動物たちに危害も加えたりとかもする可能性もあるし、何しろ作物もね、やられているんで、ちょっと、
猟友会の方に電話して、ちょっと対処していこうと思います。子供たちもいるので、そっちにね被害が及ぶことがないように早めにね対処していこうと思います。まあ、映ってたねイノシシはおそらくねちっちゃい子供だと思うんですけど、まあ、そばにね親がいる可能性がすごいあるので、それがちょっとね怖いなと思いました。はい、じゃあね、以上ね、現場からうさずチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。